最強の男は誰だ。新日本プロレース G1 クライマックス34開幕。ついに来ましたね。この G1 クライマックスに合わせてですね、新日本プロレスワールドに加入している人って僕は結構多いんじゃないかなと思いますし、まあ、今回は前過去ですよ、過去僕らが一番熱いと思ってた G1 がこう帰ってきたかなと。試合の質としてはずっと高かったと思うんですけど、もう出てる選手を絞って、で若い選手たちにもチャンスを与えながら自分の手で掴むようにしながら、他団体のね、超トップ中のトップレスラーを入れたりとかしてて、で、もう本当にね、日本ってそういう意味で言えばもっとプロレスを見たりとか、もっとこの G1 クライマックスだったりとかってのが見る人が増えていけば、それこそ引きこもりとか、学校に行けないとか、不登校とかですよ、それこそ僕みたいにうつ病とかで働けないとか、そういう人が減っていくんじゃないかなっていうぐらい、このプロレスっていうのはもう世界に誇る最高のこう治療薬というか、まあ、最高のこの心の処方箋になるんじゃないかなっていうふうに思ってて、でまあね、1日目からもうフルスロットル全開。なんか結構、まあ、波乱っていうか起きることって多いし、どっちが勝つのかなみたいな、ほとんどの試合というか全部の試合がどっちが勝ってもおかしくないみたいな、絶対こっち勝てるわけねえじゃんとかっていうのって、結構選手の数が多いとそういうことがあるんですけど、どっちが勝つのかなみたいな。で1試合目からボルチンですよ、もうとんでもないモンスターですからね、まだヤングライオンですけど、コスチュームもカザフスタンですか、ちょっと違ったすいませんけど、自分の国の国旗に合わせたレスリングのショート、そのコスチュームスタイルに変えて、だけど日本のね魂を入れるね、日本の国旗も入れてるみたいな。いやー、神風でね、成田凛に勝ったんで、もうそっからびっくりして、で海野も負けちゃったし、もうオカン負けたしみたいな、と思って、なんかもう新世代すげえなみたいな、もうそういう時代感みたいな、成田でも若いし海野でも若いと思うんですけど、大川も若いと思うんですけど、さらに下の世代からね、勝ち上がって、まあ、しかも強いトーナメントから上がってきたっていうのがあって、まあ、そっから来たぞっていうのがあって、でイービル対ゲイブね、いやーなんかもう去年ゲイブタラタラ暴れてただけみたいな、なんか入場してきた人たち全員襲うみたいなね、だから結構成田選手じゃない、海野選手の入場を楽しみにしてる人って多いと思うんですよ、こう入ってきて、めっちゃ入場長くてクレームが来たりとかっていうのあるらしいんですけど、ね、海野選手からこのリストバンドもらえるとか楽しみにしてる人もいるわけじゃないですか、もうそれを襲ってバーンっていったりとか、何の因縁もない清宮に襲いかかるとかですね、まあ、去年のねゲームをめちゃくちゃにやったと思うんですけど、まあ、今年ねゲームイービルでねもうガンガンってもうゲームアウトって、だからヒロム選手がやってたんですけど、こうやっぱダークヒーローって求められてんだなみたいな、だちょっと前で言ったら内藤哲也選手ってダークヒーローだったと思うんですよ、まあ、最近だいぶ丸こう定まってるような気がしますけど、その前で言ったら長野正弘選手とかはダークってわけじゃないですよね、まあ、完全な赤だけ途中から、まあ、正義みたいになってて、だけど言ってることは正しい、かっこいいよねみたいな、だからそこが、まあ、ハウス・オブ・トーチャーだったりとか、ワードックスはゲームズ所属してますけど、そこのところが、まあ、バレットクラブしかり、ダークヒーローっていうのを目指すっていう人が今後出てくるかもしれないですからね、成田は完全なヒールだし、なんかそこのところ結構面白かったなっていうふうに思ってて、ただね試合の終わり方がイービル一発で終わると、さっきまであんなに楽しかったのにみたいな、なんかそんなんがあって、だからジェイクもそうなんですよ、僕ノアが好きでノア見てるんですけど、でジェイクがとんでもないレスラーだってのをノアの時見てて、だけどまあ、オールトゲーターを見てた人はあるかもしれないですけど、オールトゲーターを見てなくて新日本プロレスの G1 クライマックス、今年から新日本プロレスワールドに加入して、で相手真田ですよ、言ったら前の
2個前なんですかね、IWGP 世界ヘビー級チャンピオン、前大会の時はベルト巻いて A ブロックで若い世代、まあ、清宮も入ったんですけど、まあ、そこのところで圧倒的力で予選を勝ってた真田が、まあ、FBS って言うんですけど、コーナーに貼り付けたフロントハイキックで一発でこう、みたいな、多分結構それは思うと思いますね。なんかジェイクがこうやってバーンと足蹴り入れてこう畳んで勝つっていうのは結構ノアファンからしたら、まああれ決まったらしょうがないよねですけど、イービルの大外ガレージかりジェイクの、FBS かですかねってなった時にみたいな、結構盛り上がったのに、あれ返せないのみたいな。なんか僕が思ってた時はなんかこの中村慎介ですかね、中村慎介のこの今キンシャサですけど、その時ドマイエでなんかあれで終わるって感があったんですよ、僕の中でですよ。なんかそこがあってあれみたいな、うん、その後のねこの幸之助竹下と辻陽太、まあ、これの世界ですよね。もう世界一のプロレスが日本で見れるわけですよ。でそれが規模が違うだけで、その一番大きいところとその東京ドームとかじゃなくてレッスルマリアですか、だったら8万人とかですか、だからそこでやってる人からしたらこう大阪にしくろ、東京ドームでもちっちゃいと思うのかもしれないですけどね、まあ、両国日本国日本武道館とかとちょっとちっちゃいなみたいな。だけどなんかこうやってるレスリングってあれをさっき言ったみたいで、例えばアメリカで8万人が見てるところで辻陽太対幸之助竹下の試合、たぶんうわーってなるわけですね。まあ多分どの試合でもですね、今回のパッケージをアメリカの8万人集まるスタジアムのところでこう投資でやったらうわーってこういう風な盛り上がりがある。まあどっちが勝つのかなと思ってて、辻陽太は体もとんでもないでかいし、言ったらニュージャパンカップも勝ちましたしね。だけどやっぱ幸之助竹下のエルボーね、やっぱもう規格がね一歩も二歩も違って、なんかこれが世界を知ってるとの差なのかな。まあ辻岡選手も武者修行で、ヨーロッパですよね行ったりしてたんですけど、でもなんかちょっと面白いなと思ったのが、幸之助竹下選手は15歳ですか、15歳から DDT で所属してて、でそこから10年11年してそこから AEW にダブル契約って形になったんですけど、まあこれ幸之助竹下選手が言ってたからだと思うんですけど、 DDT っていう団体で戦っていくとどうせ DDT でしょうと舐められると、それは分かってると、だから死に物狂いで結果を出してやったと。だからなんかそんな狂い奴らと一緒に住むのと見えてて、で辻陽太選手は辻陽太選手で面白くて、DDT だってね、それをねプロレスの経験の新日本プロレスの5年と DDT の5年を一緒に住んだっていう話をされてて、プロ野球選手がね、プロ野球何年目ですかって、プロ2年目で3年目ですって言って、いや少年野球から入れたら15、6年目ですなんて言わねえなって、それぐらい覚悟違えんだよって、だからお互いのこの考え方がぶつかってて面白いなと思って、で最終のメインは内藤哲也対高木慎吾で、まあ、高木慎吾が初の内藤防衛ですか、待ってて、まあ、ただね若さ世代交代世代交代っていうのが歌われてるけど、 G1 クライマックスのメインは一番大事なメインは内藤対高木ってなってるわけですからね。あおじさん元気はつらつおじさんだぞって、なんかそこは面白いと思ってるんですけど、で最後おじさんだから SNS 見ねえから優勝予想どうなってんだよ、誰が勝つんだよって言ったらみんなが高木コールですよね。まあそりゃそうですね、だって現 IWGP 世界ヘビー級チャンピオン勝ったわけですから、それはもう高木大吾ありがとうなっつって、なんかそこら辺が高木慎吾選手って、まあ、めんどくさいんですけど言わないとすぐ怒るし拗ねるしみたいな言うしみたいな、まあ、そういうのが面白かったなと思ってて、なんかそのやっぱプロレスってパッケージで見ないとダメで、
全部通してみると、まあ、面白いなというふうに思うんで、まあね、1日目ですからもう今日からスタートするし、 G1 クライマックスだけじゃなくて L1 もあるし、で東京女子だったらプリンセスカップもあるし、サザマタファイブスターグランプリもあるし、マリーゴールだったらドリームスターグランプリもあるみたいなんで、ちょっとねこの夏は本当にもう自由研究プロレスみたいな、どの団体のリーグ戦のが一番熱かったかとかですね、なんかそういう自由研究に入るとちょっと面白いかもしれないんで、まだね見てない人は間に合いますので、一緒に G1 楽しみましょう。